今日は胸のトレーニングで肩の前側に効いてしまう原因とその対処法についてお話をしてみたいと思います。でその胸のトレーニングで肩の前側ばっかりに効いちゃってあまり胸に効かないっていうお悩みはですね、僕がトレーニングの指導させていただく中で結構いただくことがあります。まあ、そういう方のフォームチェックをさせていただくと大体皆さん共通する特徴があります。まあ、からでやりますけど、こういうふうにやってる方がほとんどなんですね。肩の位置をぐっと固定したまま上げ下げの動作を行っている方は大胸筋じゃなくてここに効いてしまうというふうに感じる方が多いです。でこれなぜかというと、こう今の動作で一番動く筋肉が三角筋の前側になっちゃうからなんですね。大胸筋があまり動いてないんですよ。なので大胸筋に効かずに三角筋の前側ばかりに効いちゃうというフォームになっているんですね。でこれをどういうふうにすればいいのかというと、バーベルだったりダンベルを下ろした時にぐっと肩甲骨が寄っていって胸を開きながら下ろしていくっていうふうに肩甲骨を固定せずに、この下ろしていく動作と同時にぐっと寄せていくっていうことをやっていただくとですね、一気に、負荷が三角筋じゃなくて大胸筋に移って、で胸に効いている感覚が感じられるようになるんですね。なので、そういうふうにですね、肩の前側に、効いてしまう方は一度ですね、ご自身のフォームを、見直してみて、肩がこう固定した状態で上げ下げの動作を行ってないかっていうことですね。でもしそうなっている場合は、下ろすときにバーベルだったりダンベルを下ろすときにこういうふうに肩甲骨を寄せるような感じで胸を開いていくということをですね、ぜひ意識してやってみてください。そうすると肩の内側じゃなくて大胸筋に効いている感覚が感じられるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということなんですけども、まあ、これをですねちょっとこう、理屈的なお話でね、もう一回解説させていただくと、大胸筋っていうのは、上は鎖骨で真ん中は胸骨で下はこの肋骨から始まって腕のこの辺りにくっついている筋肉になります。そこの端と端を近づけてあげると、縮んで、逆に広げてあげると伸びるっていう筋肉なんですね。で、それに対してさっきの肩関節をこういうふうに固定した状態、肩骨を固定した状態で上げ下げの動作を行うとですね、こうあまり大胸筋の距離って変わらないんですよ。こう腕をこう下げていっても、ここにねまだ腕が残ってますので、こう大胸筋ってあまりストレッチされてないんですね。これを肩を後ろにぐーっと引いてあげると、もっと腕が後ろにね引いた形が作れますので、胸を開いてあげることによって、しっかりとこの大胸筋がストレッチされる状態を作ることができますので、はい、なのでその形をちょっとイメージしつつ肩甲骨を寄せながら、ね、重りを下ろして胸を開くということをぜひですね意識的に行ってみてください。じゃあ、実際にダンベルを持って肩に効いてしまうフォームと、肩に効かずに大胸筋に効くフォームの両方をやってみたいと思います。じゃあまず、肩甲骨を固定した状態で肩の前側に効きやすいフォームをやっています。今僕ダンベルを持ち上げてこれ肩甲骨を開いた状態なんですけど、これをこのまま肩甲骨を開いた状態をキープしたままダンベルを下げていくと、まあ、こんな感じになって、今肩の前側がすごいストレッチされた状態になってます。でここから上げて、今肩骨を開いた状態にまた戻ってですね、ここからまた肩を固定して というこの形がですね、今肩を固定したフォームになります。で次はですね、肩甲骨を寄せながら胸を開くようにダンベルを下ろしています。今下ろすときに肩甲骨を寄せていました。で上げたときはまたちょっと肩甲骨が開きますので、それをまた寄せながら下ろしていきます。
という感じで、2つのフォームをですね、意識的にちょっと区別してやってみました。まあ、今の2つのフォームをですね、見比べてみると、まあ、胸の大胸筋のですね、こうストレッチ具合が違うというのは、なんとなく分かって、ね、いただけるんじゃないかなというふうに思います。ダンベルプレスをね、今見本としてやっていましたけども、ダンベルプレスはですね、こうスタートポジションに持ち上げた時っていうのは絶対に肩甲骨は開いているものなんですね。だから僕の場合はですね、スタートする時、下ろしながら下ろす動作が始まったらですね、それに合わせてグッと肩甲骨を寄せて、でそれでフォームを作るように一応ね意識して行ってます。で、その肩甲骨を寄せるっていう動作はですね、実際ダンベルだったりバーベルを持ち上げてやる場合、そのベンチの部分にね、背中が密着されている状態でこう寄せなきゃいけないので、ある程度こうベンチとね、背中が擦れる状態でやった方がやりやすいんですよ。例えば僕今ね着てるタンクトップとかを着てて、こう背中が皮膚むき出しの状態ですと、例えばベンチに、ね、仰向けになると、その皮膚とベンチがぴったり密着しちゃって、肩甲骨を寄せなくてもあまりこうね、滑らなくて寄せにくいっていうこともあったりするんですね。でそういう場合はタオルをね1枚かましてあげると、ここがこう滑って肩甲骨が寄せやすいので、そういうその寄せることに対してスムーズに動作が行える工夫もですね、ぜひしていただくと、より大胸筋をですね、ストレッチさせやすいということもありますので、まあ、そのあたりもですね、意識してみてください。で、トップポジションに来たときに、まあ、肩甲骨をね、多少開くっていうふうにさっき僕は言ったんですけども、開きすぎると、大胸筋にはね、あんまり効かなくて、これは前胸筋っていうこの脇の下にある筋肉だったりとか、三角筋を使ってしまうフォームになるんですね。大胸筋が完全に収縮するポジションっていうのは、肩甲骨をこう開き切った状態ではなくて、途中ぐらいまで、完全に寄せた状態よりも少し開いた状態が一番大胸筋が収縮するポジションになります。さっき大胸筋がついている位置のねお話で、この体幹部の真ん中から腕の骨に向かって走ってるっていうね、この2点の距離が一番縮む位置っていうのは、ここではないですね。ちょっと離れてます。でここでもなくて、この中間、このぐらいの位置が一番こことここの距離が縮まって、で大胸筋が収縮したポジションになってますよね。なのでこの位置が、ダンベルプレスだったりベンチプレスのね、ベンチプレスの場合は手幅はこのぐらいなので、まあ、この手幅がどこにあるにしろ、腕とこの胸骨の位置関係っていうのは、まあ、このぐらいが一番大胸筋が収縮しますので、まあ、ぜひねそれも合わせて意識してみてください。じゃあもう一回ですね、今お話ししたストレッチと収縮のポジションを意識しながら、もう一回のねインクラインのダンベルベンプレスをやってみます。いきます。よいしょ。まず一旦上に持ち上げたダンベルを、肩の真上に来るように固定したら、ここから下ろしながら肩甲骨を寄せてストレッチポジションを作る。でここからトップポジションは一番大胸筋が収縮するポジションで肩甲骨をコントロールします。でまた開きながら肩甲骨を寄せてストレッチで収縮。今やった形が、今日僕が、ね、お話した内容が全て盛り込まれたフォームになっていて、まあ、僕はこの形をですね、どの重量で行うにしてもこう意識しながらですね、大胸筋のトレーニングを行っているんですけども、はい、ということで、胸に効かせるための、意識の仕方としてね、ぜひ一つの参考にしていただければと思います。じゃあ、最後にですね、もう2種目ほどこう胸を開いて収縮させるっていうフォームをですね、ちょっと実際にやって、今日の動画は終わりたいと思います。じゃあまずフライ系のね種目からやってみます。でこのペックフライでも、三角筋のね前側に効いてしまうっていう方は、肩の位置をこうやって肩甲骨を開いた状態で固定して、
このように開く動作から閉じる。っていうふうにやられている方が、まあ、多いんじゃないかなというふうに思います。でこれを、脱臼筋に引かせるフォームに変えるためにはですね、さっきと同じように肩甲骨をぐーっと寄せた状態でストレッチポジションを作ってあげる。で、そこから胸を張った状態をキープしたまま収縮。目を開いてストレッチ。という感じでやっていただくと、あの大胸筋ですね、しっかりと効く、このペックフライがね、行えるようになります。で、これは、あのダンベルフライでも、意識としては全く一緒で、例えば、仰向けに似た状態としてね、ダンベルを持ち上げて、開くときは、こうじゃなくて、こういう感じで、ブリッジもね、作って、肩甲骨をしっかりと寄せた状態がストレッチポジションになるように、意識してね、行っていただくと、ここじゃなくて大胸筋がしっかりと伸びる感じが、体感できるんじゃないかと思いますので、まあ、ぜひね、合わせて意識してみてください。じゃあ、もう一種目、ディップスをやっています。ディップスで肩の前側に、ね、効いてしまうっていう方のフォームは、こんな感じで肩を固定した状態で下ろしていく。っていうフォームなんですけど、これね、ここにすごい負担がかかって、僕、去年肩痛めたもんですから、今のフォームでやると、ちょっとね、その痛めた部分が痛くなっちゃうんですけど、っていう感じで、肩に非常に効くフォームになります。で、これはですね、さっきの2つと同じように、肩甲骨をしっかりと寄せながら下ろすためにはですね、肩をこうすくめるようなイメージで肩甲骨を寄せていくと、ね、胸が開きます。こんな感じですね。こういう感じ。ってやるとこんなね風に体が動いて大胸筋がしっかりとストレッチされて肩にあまり負担がかかりませんので、ぜひですね、ディップスでどうしてもここに効いちゃうっていう方は、その肩甲骨を寄せるっていう意識のためにね、肩をすくめるみたいな動作をちょっとこう意識的に行ってみてください。ちなみにこのディップスで鍛えられるのはですね、大胸筋の下部なんですけども、大胸筋の下部はですね、この肋骨、この辺りからですね、腕の骨に向かって斜めに走ってる筋繊維の、ね、形をしていますので、その2つの距離が伸びたり縮んだりすることによって、効率よくね、その大胸筋の下部を鍛えることができるんですけども、なので、この斜めのラインがちょっと地面に対して垂直になるように、上半身をですね、少し傾けた、前に傾けた状態で上げ下げの動作を行っていただくと、しっかりとね、ここ、大胸筋の下部に効かせるディップスが行えます。なので、こうやって上半身をね、こう腕で支えたら、少し前傾して、この状態、にしてから下ろして、でまた戻す。ということもぜひ意識して行ってみてください。という感じで今日は胸のトレーニングで肩の前側に効いてしまう原因とその対処法についてお話をさせていただきました。今日はね、3種目しかやってませんけども、他のどの種目を行うにしても、共通するね、ポイントとして、その肩甲骨のコントロールのお話を今日させていただきましたので、ぜひね、それを当てはめつつ、大胸筋のストレッチとね、収縮を意識しながら、胸のトレーニングをね、行っていただければと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。